ミキ、メグ、オレラ、パンパカパンチーズ。はい、ということで西野ミキと溝口めぐみ、今日はドラクエメンバーを絡めたいなと思ったの。ほうほうほう。電話したらここに来てくれる人いるのかっていう検証。やっちゃいます。え、じゃあ誰が来ると思う？りょうくんは来ます。来る。え、もしもし、今渋谷にいる。え、来てよ。え、いいよ。渋谷にいる。ともくんは、あ、ごめん、今仕事中。あ、どっちかな、ともくんはね。ともくんは仕事忙しいからね。大地くんは稽古中じゃなければ、おー、どうしたの？え、出たい出たい。え、行くよ。しゅんすけくんは、あ、ごめん、稽古中だから。で、終わる。ここで来てくれないと思う。で、はるちゃんは、え、いいな、うちも行きたい。ね、うちも行きたい。はい、ね、言ってよ。はるちゃん来るな。はるちゃん来る。はるちゃん来る。かおちゃんは稽古中です。稽古中の稽古中です。バリバリの忙しい。でも出たいって言ってたよね。なんで二人だけって言ってたよね。ももちゃんは、いいよー。来る。ももちゃんも来ると思う。あいたみ。あいたみって言う。言うよ。キッピー。キッピー。全員？全員来るじゃん。待って、どっちが誰にか結構重要だよ。俊介くんには関係ない。いえー。なんで照れてんだよ。おかしいよ。いや、もう分かるよ。でもそこは私がかけるのはおかしいでしょ。急にでも電話かけ、とりあえず、まあ、可能性の低いところからしよう。カオルちゃんにかけてみよう。とりあえず稽古の休憩中かもしれないからね。いいよ。楽しみ。すぐかけるから。カオルちゃん出てる、出てる。これ何コールまでする？確かに稽古中だな。だって1時から8時までって言ってたね。バリバリ稽古中だ。諦めよう。諦めよう。ありがとうございました。どんどん行こう。待って、はるちゃん行く。はるちゃん、昨日まで LINE してたのよ。出そう。はるちゃん、これどうしよう。頼めなかったら。それ辛いな。待って、お願い。マジで。はるちゃん。みんな仕事中かな。出てほしい、出てほしい。出ないね。出ないね。うわー、辛っ。でも、からかけ直ってくるかもしれないから。そうね、まだ、まだ、まだ。え、ちょっと、ここで期待してから、ちょっと、りょうくん。あ、りょうくんかけて。いいよ。いいの、私かける。やばい、メグが料理電話かけるぞ。え、そんなんじゃないから、もう。もう、マブラチだからな。ももちゃん、焼き餅焼かないでね。マブラチだからな。はるちゃんから、もしもし。誰？え、誰ですか？はい。誰？あおいちゃん。やばい。嘘でしょ、これマジの声？マジの声？普通喋っ、あ、いや、ふざけたくない。ふざけてたよ。ねえねえ、りょうくん。はい。今何してんの？今シャワー浴びてるよ。家？今。この後の予定は？この後は、海行こうかな。飲み、うん、風邪だろ。本当だよ、安静にしとけ。風邪だから何しよる。え、よく YouTube の撮影してるんだって。来てよ。いや、行かんわ。なんで来んのかい。なんでよ。ちょっと体洗ってるんだよ。あ、お風呂中か。シャワーしてるって言ってる。シャワーない。あ、マネージャーから電話来た。あ、じゃあね、バイバイ。やばいよこれ、ね、ネットニュースになるよ。メグがリョウのシャワー中に電話しちゃったみたいな。なんか意外だな。そっち？はるちゃんから。わ、ごめん、今電車どうしたの？かけ直そう。降りてる。電車降りたら電話してて。ももちゃん、ももちゃんにかけてます。出て。わ、ももちゃん。もしもし。ももちゃん出た。もし、はい。はい、可愛い。ねんねん、ミキメグだよ。ももちゃん今何してんの？ももちゃん今寝てた。寝てたの。かわいい。今ね、ミキメグで YouTube 撮影してるの。あ、そうなの？うん。来る？来ないです。え？いやだよ、もう今日寝てるって決めた日なんだから。寝るって決めてたから。今から寝るの？起きてたんだけど、韓国ドラマ見てたら寝ちゃってて、うん、でも今日はね、絶対にね、寝てたい日なの。睡眠とって早く寝なさい。分かった。また明日。うん、ごめんね。うん、いいよ。ありがとう、出てくれて。ありがとうね。全然全然。
バイ。バイバイ。ありがとう。はい。かわいい。かわいいな。かわいすぎる。個性が出てるね。出てくれた。嬉しい。誰くん？俊介くん楽しみに。いっちゃえ。だけどなんか私までドキドキしてきた。なんかみきちゃんが乙女な顔してる、すごい。出るかな。いや参考ルールぐらいで。稽古中だと思うよ。俊介くんも。出ないと思う。すぐ出てよ。いやもういいよ、キロもういいよ。すぐ出てよ、しゅんすけ。出ないよ、出ないよ。なんか私が心痛くなってくるもん。出て、お願い、ミキちゃん出よ。絶対稽古中だと思う。稽古だよ、稽古。稽古だと思う。稽古だよ。稽古、あー、切っちゃった。稽古だよ。出ませんでしたね。いや男みんな忙しいんだな。ここは出てほしかった。トムくん、トムくん、いいよ、行っちゃって、行っちゃって、どんどん行こう。いやね、既読無視なんて。出ろトムくん、出ろ。急ぐ。うわ、早っ。もしもし。どうした？トムくん、今何してるの？会社だよ。あ、会社か。今さ、めぐちゃんといるので、 YouTube の撮影してるの今。で、みんなに電話してるの。え？撮ってんの？撮ってる、撮ってる。みんなに電話して呼んだら来るかなっていう。うん、来る？来れないね。仕事中だもんね。仕事中だよ。元気？元気だよ。二日酔いでやばい。いや、二日酔いかい。何時だよ。二日酔いかい。どう？何が？キュンキュンしてる？どうなんですか？キュンキュンね。結構まあうまくはいってないから。え、それいいの？言っちゃっていいの？カットする、カットする、それ全然。え、カットしなくていいけど、うまくはいってないね。そうなんだ。いや、いっぱいちょっとトムくんに話したい話あるんだけどな。ガチで、リアルに。うん、近々会いましょう。会いましょう、うん、今日かもしれないしね。あ、終わってるよ。来るか？待ってるよ。来てよ。じゃあ頑張って。頑張れ、ありがとう。ありがとう。ありがとうね。じゃあね、バイバイ。みんな来ねえな、これね。みんな忙しい。今振ってないですよ。振っちゃってたね。ちょっと使っていいのって言ったら、いいよって、いいよって言ってたよ。一番ラブラブなイメージだったけど、すごい2人とも献血しちゃうよ、ファンが。あんなベチベチなチューしてて。ねえ、ベチベチなチューってやめてもらえ。あんなエッチなチューしてて。ねえ、エッチエッチでしたね。大地くん、大地くん、大地くんいいよ。これ渋谷にいてほしいな、誰か。大地くん、大地くん、もしもーす。はいはい、ミキメグです。ヤッホー。おい、疲れ。大地くん今何してるの？え、今ね、これからね、後楽園ホールでボクシング見るんだよね。あ、今からか。今ね、今ね、二人で YouTube、 の違う、今ね、二人で YouTube 撮ってるの、私の。あ、そうなの。で、渋谷にいて、みんなに電話かけて、みんなに来ないって呼んでるの。そう。マジか。大地くんは来てくれると思ってた。だよね。ボクシングね、見なきゃいけなくてさ。あ、で、出るからかね、来年ね。そう、見たい見たい。楽しんで、ボクシング。いってらっしゃいです。うん、ありがとう。うん、バイバイ。ありがとうね。はい、はい、ありがとう。こう見えて大地くんめちゃくちゃノリいい。うん、そうだからな。うっかりだよ。大地くん多分2時間後に、え、今まだ渋谷にいるんだけど一緒にご飯食べようって多分行ってくれる。行ってくれるよ。あれ、全員ハルちゃん何時間電車乗ってるの？はるちゃん来るでしょ。お、はよ。はるちゃん、もしもーす。もしもーす。ミキメグだよ。やっほー。あー、メグ欲しいの。そう、今どこにいるの、はるちゃん。私たちね、今二人で YouTube 撮ってるの。うん。あー、そうなんだ。で、みんなに電話して呼んだら来るかなっていう検証。え、ウケる。え、じゃあもうみんな来てるの？みんな来てる今。そう、いっぱいいる。え、もう一回来てる。うん、はるちゃんだけ来てない。そう、だからどうしても来てほしいんだよね、はるちゃんに。え、それは嘘でしょ。== マジ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 。そうそう、もうみんなうずうずしてるよ。え、絶対嘘でしょ、それ。いや、これマジなんだよ。ほんと、みんなたまたまさ、渋谷にいて、ハロウィンだしね。え、ほんとに。そう、だからはるちゃんだけなの。え、マジ。うん、マジ。え、嘘か。やば、それ。え、でも声聞こえなくない？今、喋んないでって言ってる。シーって言ってるよ。あ、そういうこと。うん。あれ、今 YouTube 撮ってるの？撮ってる。やば。それはウケる。やばくない？全員集合してる。そう。すごいね。はるちゃん。は
はるちゃん、はるちゃん、ももだよ。え、絶対嘘でしょ、いないや。え、めぐは呼んだら来たの？めぐちゃんやばいよ、来た時のスピード半端なかった。もう速攻で来たもん。え、来てって言ったら3秒で着いたもん。そう、先に来たから。先にいた。そう、先に着いちゃった。先にいた、私の家に。それ逆に怖い。撮影場所に先にいたんだけど。そうそう、それはめぐのこと疑うよ、国章。もともとはミキめぐで、私の YouTube で撮影してたの。うん。あ、じゃあまた明日ね、ラジオで。楽しいね。あ、もうね、ありがとう。明日か、明日か。明日、明日よろしくね。はい、よろしく。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。はーい。めっちゃ騙されてたじゃん。はるちゃんはこんな子や。つら。来てくれるでしょみたいなさ、ずっと言ってた。みんな来るっつってたのに。来る来る、絶対来るよ。かけてみようみたいな感じで、誰も来ない。検証結果、誰も来ません。はい、出てはくれたけどね。まあまあまあ、でも出てくれただけで。まあね、私たちはこれぐらいなラフに電話できる仲ですよっていう仲良しってことがね、伝われば、うん、伝わっていいかな。伝わってほしいな。今度はね、ちょっと本当に事前にね、やろう。ちょっとみんなに声かけて撮れたらいいなと思うので、うん、ぜひ見てください。あ、めぐちゃんのチャンネルの、あ、本当趣味みたいなチャンネルなんですけど、みぞめぐチャンネルって言ってゲーム実況してるんで、ぜひ見てくれたら嬉しいです。これで出んの、こんなんで。あ、そんな感じですかね。